広島が生産量日本一を誇る牡蠣。冬の味覚の代表的な存在ですが、今シーズンはある異変が起きています。江田島市は開催を予定していた牡蠣祭りの中止を昨日発表しました。その理由は生育不良です。1月から2月にかけて県内各地で開かれる牡蠣祭り。生産者たちが協力し、例年旬の味覚を振る舞っていましたが、今シーズンは宮島牡蠣祭りと呉市音頭町の田原牡蠣祭りも生育不良で開催が見送られるなど影響が広がっています。広島市内の水産加工会社です。立派な大きな牡蠣がたくさんあるように見えるんですが、異変はあるんでしょうか。仕入れから加工までを一貫して担うこの水産加工会社。県内のおよそ50の生産者と幅広く取引をしていますが、今年は旬の時期にズレを感じています。海水温が上がっていると、気候変動で、雨が降る時期に雨が降らない、雨が降らないと当然山から水も出てきませんし、牡蠣が成長する上での、植物性のプランクトンが出てこないと。初めてですね、こんな傾向は。先月まで1個あたりの身の大きさは例年と比べ1割ほど小ぶりとなっていました。水温が下がらないと牡蠣は餌のプランクトンを食べても身に栄養分を蓄えようとしません。そのため冷え込みが増した今月からようやく身太りが戻ってきました。例年に比べてそのタイミングがずれてますよと、大きく言えばそのタイミングっていうのは、逆に年明けて今から缶に入ったこの時期から3月4月の牡蠣って一番プリプリとしたいい牡蠣ができますので。さらに影響は市場にも。牡蠣だけじゃないですけど魚もですし、この環境の変化とか、その海の変化で、なかなかその魚の水揚げが例年とはちょっと違っては来ておらおるんですけども。一方で牡蠣祭りの開催を決めた大竹市内の漁協も例年とは違う対応を取らざるを得ませんでした。皆さんに満足いく牡蠣が提供できるかわからない状況がありますから、出荷量を少し減らすことによっていい牡蠣を提供させていただこうと思っています。コロナ禍が明けて4年ぶりに開く大竹牡蠣水産祭り。焼き牡蠣や牡蠣飯などを振る舞う予定ですが、先月までの生育不良を受け、用意する量と出店の数を縮小することにしました。地域の皆さんにお世話になって水産業が継続できているという思いがありますから、安く食べていただける安心安全な牡蠣が皆さんの手元に届くように頑張っていきたいと思います。瀬戸内海の目に見えない変化は冬の味覚牡蠣にも密接に関わっていました。はい、この牡蠣祭りファンの方も多いと思うんですが、中止といったところでですね、取材した磯川記者によりますと、この中止は生産者の高齢化も一因にあるということで、取材した複数の生産者はコロナ禍で4年ぶりの開催のところも多いということなんですね。ただ一度中断していたものを再開しようにも、またここで人手の面で困難だといったところ、そういったところが要因の一つでもあると話されていました。ただ環境の変化での生育不良もあるんですけど、生産者の方からしても満足いく牡蠣を出したいのに、やはり旬の時期がずれていて出せない、そういったもどかしさというのも伝わってきましたね。そうですね、本当に気候変動がここまで海の状況にも影響が出ているということを、イベントが中止になることで感じる部分があるので、今一度この自然環境問題というところは考えさせられるかなというふうに思います。